甲府は夏目漱石の長編小説で1908年の元日から東京の朝日新聞に91回にわたって大阪の朝日新聞に96回にわたって掲載された。グビ人層に次いで漱石が職業作家として書いた2作目の作品。恋愛関係のもつれから木の幹のまま東京を飛び出した相当な地位をはべ家の子である19歳の青年。 幾ずつなく、松林をさまようう,うちに、ポン引きの長蔵と出会う。自暴自棄になっていた青年は誘われるまま、半ば自殺するつもりで鉱山で甲府として働くことを承諾する。道すがら奇妙な赤毛布や小僧も加わって4人は、鉱山町の半場に到着する。異様な不愉の甲府たちに絡まれたり、青年を案ずる半ば頭や、甲府の暗算の、 東京に帰った方がいいという忠告に感謝しつつも、青年は改めて幸福になる決心をして、深い校内へと降りてゆく。そして、物語の結末は唐突に訪れる。行動に深く降り立った翌日、診療所で健康診断を受けた若者は、帰還支援と診断され、幸福として働けないことが判明する。結局、青年は、ハンバーマと相談して、 半端の帳簿付けの仕事を5ヶ月間やり遂げた後、東京へ帰ることになる。ある日、突然、漱石のもとに、洗い棒という若者が現れて、自分の身の上にこういう材料があるが小説に書いてくださらんか。その報酬をいただいて実は、新州へ行きたいのですという話を持ちかける出来事が起きる。漱石は、当初、 個人の事情を小説として書きたくないという思いから、むしろ君自身が小説化した方がいいと本人に、勧める。しかし、時を、同じくして、1908年の元日から、朝日新聞に、掲載予定だった、島崎東村の、春の執筆がはかどらず、急遽漱石がその穴を埋めることとなる。そこで漱石は、若者の申し出を受け入れ、漱石作品としては、移植と言える。 実在の人物の経験を素材としたルポルタージュ的な作品が生まれる。漱石の代表作として名が上がることは稀だが、作品の研究論文は現在に至るまで多数存在する。あらまさと、漱石研究年表では、アライが漱石のもとを訪れたのは1907年11月下旬。ありがとうございます。